京国泣道は、さぬき国丸亀藩七代藩主、丸亀藩京国家九代。文政十一年九月十七日、五代藩主、京国公中の弟、京国公共の子の京国公衆の逸夫として、丸亀城で生まれる。天保十五年二月二十三日に、第六代藩主、京国高明の養子となり、二月二十五日には、無子養子に迎えられた。 家営2年12月16日、15位した、沢渡守に、ジョイ、任官する。家営3年3月7日、高明が隠居したため、家徳を継いだ。財政再建のため、社史を今めて倹約令を出し、産業省令、輸入の制限、不正の厳罰化、上納米の特則銀札の一部発行停止などを行っている。幕末の動乱の中では、 尊能派として行動し、御所警備のために、たびたび出兵した。慶応四年のとば、伏見の戦いでは、丸亀の隣藩の高松藩が、朝敵に指名されると、新政府の命令で、土佐藩と共に、高松藩の追悼に当たったが、高松藩主、松平来総から新政府に対して、社名を嘆願してもらうように仲介を依頼され、新政府に取り継いで、 大層を斜面させている。明治2年2月に諸藩に先駆けて藩籍奉還を願い出て3月19日に丸亀藩知事に任じられる。その後、藩士の治療削減などの改革を行った。明治4年3月、諸藩に先駆けて廃藩知見を願い出て4月10日に丸亀藩は廃藩となって丸亀県となり、秋道は 丸亀県知事に任じられた。しかし4ヶ月後の8月15日に県知事を辞職して東京へ移った。明治15年5月11日に死去した。去年55、おいで養子の皇徳が後を継いだ。なお、明治元年10月に先代の高明が預かっていた元江戸町奉行鳥居洋造が斜面された。 徳川家からの斜面の文書が来ないことを理由に動かず、新政府や丸亀藩を困らせたが、東京に移住、明治6年に没した。ありがとうございます。